はい、おはようございます。やっぱり取り直しだそうです。なぜか言いますとね、吊り橋も、シャクナゲの花もね、取れとらん言うてね、ちょっとお叱り受けまして、はい、もう一回行きました。今度こう、撮影を2回するの多いね。なんでやろね。はい、ね、ちょっと急いでみましょう。ここから行けたかね。これはヒノキやね。やっぱり20年ほど前から見てるんで、ものすごく大きくなりましたね。もっと細かったんでね、こう左に行って吊り橋の方行ってみましょうか。今8時半回ったぐらいなんですけどね、もう駐車場は半分以上埋まってましたね。どうも登山客みたいですわ。なんだろうこれ、気持ちいいんやけどね、ものすごくね。森林浴か、そうかね。はい、これが吊り橋でございます。20メートルぐらいありますかね。ちょっと渡りましょうか。おうおう、揺れるね、やっぱり。おお、下まで、川まで10メートルあるね。怖っ、揺れとるかね、これ。これ、随分揺れるね。あら、入られへんのかね。この前、ずっとも向こう入ったんだけどね、家で。じゃあ、上上がってみましょう。ちょっと階段上がってみましょう。この階段がね、ちょっと怖いんですけど、大丈夫やろ。ちょっとね、下見ると木が腐ってますね。怖いね。怖っ、上がれた。はい、ここにも休憩所が。このヒノキはちょっと間引けなかったね、これ。ちょっとね、多すぎるね、これね。あんまりね、多いとね、風が吹いたら倒れますね。見えませんね、これ。残念でございました。ここ掘ってるから、おそらくそっちやもんな。この上は前入ってないな。前回ここは歩いてないね。シャクナゲを見に行きましょうか。ああ、また怖い階段だ。これを取ってくれよかったん。もうね、満開は過ぎててな、これ。はい、シャクナゲでございます。もうちょっと満開は過ぎてますけどね、綺麗に咲いてます。はい、じゃあ上がりましょう。満開ありますわ。150基以上あるらしいけどね。これはどうやったかね、これは開口しなかったかな。しないな。いやね、あれはそうやな、開口してるね。はい、行きましょう。あら、これ無理か。見えないかい。あらあら、見えませんね、これなんか。あら、ちょっと見えるけど、もう埋まってしまってるね。あら、はい、見れるのは見えたけど。あ、ここに蜂が入っていっとるでございますよ。蜂の巣があるのがね。石室あるやつに、次は行きましょうか。見えてきました、これね。そんな大きくないんだけどね。これの看板が見えませんね。 D35 分瀬谷口押見古墳群。ほとんど見えません。はい、5世紀か、書いてないな。見えないな。はい、これでございます。本来ならこの石室の真上が一番マウンド高いんやろうけどね。ちょっと右の方が高いから、どうやら崩れたかな。はい、入ってみましょうか。はい、失礼します。入り口が7、80センチのとこかな。80センチぐらいあるかね。綺麗な石組み、綺麗やね、これ。高さが2メートル50ぐらいあるかね。天井石、これ大きいのが1枚と2枚使って、この大きいのな。それでちょっとだけで、ね、かませ石をしてるか。これちょっと奥に引っ込んだんだけど、こう
いやかなりね、綺麗に作ってますよ、これ。どうやら5世紀か。ね、6世紀、7世紀だともっと綺麗にね、切り石してるからね。はい、ありがとうございます。線道ちょっと短いかな、これ。もうちょっと本当はあんねやるけどね。入り口が80センチしかないから大変なんですけど。はい、次、公園眺めてみるか、公園を。今日まだ朝9時前ぐらいから誰もおらんやろ。うわ、車いっぱいだね。車いっぱいだけど人いないやけど、これほとんど登山客のはずね、これ。この上どこ上がるの、金剛山上がるのかな。いや、これは桂山だった、この上は。何5分か帰ってないんやけど、これ2回ぐらい入ったかな。もうこれね、この5分ね、何がどうか言うとね、中入りたくないぐらい、あの中がね、組み方が雑なんていうか、いやこのものすごいね、雲がいっぱい糸引いとるからね、こんなんでございますからね。まあ後で組み直したんだろうけど、もうね、わかります、これ横出てきますね。右、ここはこんなんですよ。今にも落ちてくるんちゃうかという感じやけど、これ斜めになってましたら、これ怖いけど入りましょう。これだってだいぶ古いやな、この組み方。石もね、ちょっと小さい、5世紀。ほんまこれ、高さね、約3メートル近くあるんやけどね。天井石があんまり大きないね、大きないじゃないけどね、使ってんのは。わかりますこれ。今でも扉半分ぐらいの感じで、これ。ね。もうね、長居は無用。怖い。こんなんですか。崩れんと思うけど。はい。怖いこれ。あの今までいろんな石の中入ったけど、ほんま怖かった。はい、ありがとうございました。石もさることながら、あの首方がね、もう本当に今にも崩れんばかりの雰囲気だったんでね。いや、開口しないね。なんか勘違いしたんかね、これ。これが見れるようなこと書いてあったと思ったんやけど、ここに石はあんねんけど、関係ないか。ああ、ここに石あるけどね。いや、これは分からんな、これ。どれだろう。はい、ここの古墳がね、開口しないんですよ、これ。まあ、開口しない、ずっと歩いたからな、そのね、木にね、2、3時前。ああ、以上ですかね。あれはずっと上がっていくんだ。みんな今日は桂山の次の見に行ってんのかね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。